はい、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はノースフェイスの私が持っているパンツおすすめの5色を紹介していこうと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、それではね、1色目になります。アルパインライトパンツ、カラーはネイビーです。私がノースフェイスで初めて買ったパンツ、アルパインライトパンツのネイビーになります。このネイビーを履く時のトップスの色、そんなに気にしなくても何でも合うような気がします。はい、次のカラーはこちらです。ドローライトパンツのカラーはブランデーブラウンです。今履いているブランデーブラウンを買う時にちょっと迷ったんですよね。派手かなとか合わせづらいかなって思ったんですが、トップスをホワイト系だったりイエロー系だったりブラック系だったり、特に気にすることなく着用することができています。履いたことのないカラーだったのでちょっとテンション上がります。はい、次のカラーはアルパインライトパンツで、カラーはファルコンブラウンです。このカラーの名前だけを見るとどんな色か想像がしづらかったんですが、まあ店舗でね、実物を見て、ああこういう色か、結構明るい色だったので購入しました。私アルパインライトパンツを3本持っているんですが、2本は濃い系の色なので、こういったね、薄手の色っていうのが欲しくて、まあ購入しました。アルパインライトパンツなので履く時期が秋冬春なんですが、トップスも今みたいな明るい色からブラックまで対応できます。はい、次のカラーはドロライトパンツで、カラーはニュートープ2になります。ノースペースのこのニュートープっていうカラー、私本当に好きで購入しました。色味からやっぱり山というか自然っていうイメージが湧いてくるカラーになっています。そんな自然っていうイメージが強いカラーなんですが、タウンユースでも違和感なく着用することができます。履きやすいカラーなので結構出番が多いカラーになっています。はい、これでね、最後のカラーの紹介になります。最後5色目になります。アルパインライトパンツ、カラーはブラックです。もうこのブラックはもう間違いないですよね。何でも合わせやすい色なので本当にね、重宝します。パンツ何履こうか迷った時はこのブラック、これがあると本当に重宝しますので、皆さん一つは持っておいて損はないと思います。これで私が持っているノースフェイスのパンツ5色を紹介しました。今回紹介したこの5色、本当に履きやすいパンツ、カラーなので購入の参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。また別の動画で会いましょう。バイバイ。